ゴルちゃん最近何してんだろうな。まあ、でも元気にはしてると思う。ちょこちょこ連絡は取ってるよ。寂しくてさ、一人だと。このまま俺は孤独死するんじゃねえか、みたいな。ただなんか、最近、25歳ぐらいの若い男の子と連絡取ってるみたいで、俺はもうすぐ捨てられるんだ。そういう危機感を覚えながら。一生懸命配信して振り向かせなきゃって。一生懸命今、振り向かせよ振り向かせ。楽しい配信をすることで振り向かせようとしてます。この前会った時も、ちょっとでも俺の株を上げなきゃと思って。おい、ゴロちゃん、一緒に俺の動画見ようぜつって。見てたら途中で寝やがった、あいつ。で、10分後に起きて、一人で、モーハンダブルクロスをやってたわ。その25歳の男と連絡して、電話しながら。俺は、遠くからそれを眺めることでしかできなかった。いいな、つって。邪魔しちゃいけねえな、って。若者の恋愛を。だから7個違うんだよ、俺と。31と25だったらさ、25取るじゃん。しかもそいつがすげえいいやつっぽくて、こいつなら許せると思った。言ったよ、だから、ゴロちゃん3人で住もうぜってさ、俺さ、おめえらの恋愛邪魔しねえから、俺寂しいからさ、3人で一緒に住まねえって。俺もしかしたら3人で一緒に住むかもしれねえ。忙しくなるぞ、家庭を持つということは。俺が食わしてやんねえといけねえからよ。寂しいだろ。ゴロちゃんだったら別にいいだろ。ゴロリとゴロリの彼氏と俺で住めば。飯とか食わしてやるぜ。それなりに。前向きに検討してください。ジョージはどうするんだ、別に俺が外行って風俗経営だろ。それはちゃんと守らなきゃ。